昨日、札幌市豊平区に住む80代の女性のもとに警察官を名乗る男から口座のデータが盗まれていてその中にあなたのデータがあったなどと電話がありました女性は自宅に来た警察官を名乗る男にキャッシュカード5枚を渡し550万円をだまし取られましたまた、日にに、は札幌市西区ののの代女性の元に金融機関の職員を名乗る男らから、か 偽造の保険証であなたの口座が作られているなどと電話がありその後現れた男にキャッシュカード2枚を騙し取られ少なくとも300万円を引き出されています警察では警察官や金融機関の職員などを名乗る電話に注意を呼びかけています